2019年3月末から休館している堺で市民ホールは2020年6月から改修工事を進めていますまず6月から10月の期間2530万円の契約金額で浸水対策工事を行いましたそして2020年11月から今年12月24日工事完了の予定で契約金額5610万円の 機械設備工事2020年12月から今年12月24日工事完了の予定で契約金額1億8040万円の電気設備工事、2020年12月から今年12月24日の工事完了予定で契約金額3億6850万円の建築関係の改修工事を進めています。機械設備では トイレの様式化、化、多機能化空調用熱源設備、空調ダクト、スプリンクラーの改修、電気設備では舞台の照明や電源、客席やホワイエの照明などの改修、建築関係では客室天井に補強用の鉄鋼の施工、客室やホワイエの床の改修、 舞台・すのこ・天井の改修などを行っていますこの改修工事は12月24日には完了する予定で来年2月から市民の利用を再開する計画ですそれに合わせ11月から堺出市民ホールの利用受付を始める予定にしています 堺で市民ホールは堺出人口土地の一角にありホールの屋上部分には階段状の住宅があります1966年から後期を分けて20年余りかけて建築されたこの建物は大高正人が設計を手掛けたもので1960年代・70年代を代表する日本の建築物として建築界では広く知られています ただし、老朽化も進み、耐震改修の計画もありますが、具体的にはまだ進んでいません。なお、境出市民ホールの部分は耐震面で問題はないとのことです。境出市民にとっては、発表の場となるホールが約3年ぶりに再開されることとなります。文化公園や各種行事の主催者にとって、 町の顔といえるホールの利用が再びできることは待ちに待ったことと言えます堺出市では10月の広報誌やホームページで11月から利用受付開始を周知することにしています